柴又駅から柴又帝釈天までのルートと周辺施設を紹介していきたいと思います。柴又駅出入り口を出たら直進します。柴又駅は新宿駅から中央、総武線で小岩駅まで行き、小岩駅から金町駅行きのバスに乗り14分で着きます。柴又駅から柴又帝釈天までは徒歩約3分、距離は約300メートルです。柴又帝釈天は寛永6年の創建で、正式名は京永三大教寺といいます。帝釈天参道に入ります。柴又帝釈天の名前にもある帝釈天は、岸門神、弁財天、吉祥天、大黒天などとともに仏教の守護神である天狗の一つです。帝釈天信仰が急速に広まったのは江戸時代中期、天明の大飢饉からで、当時の住職がいた本尊を背負い、江戸はもちろん下総の人々の救援活動を行ったことから、病難や火難の守護神として庶民の間で信仰されるようになりました。この伊田本尊は一時不明となっていましたが、安永8年に再び姿を現したとされ、姿を現した狩野江猿の日は縁日になりました。寝ずに無病息災、不老長寿を願う当時の庚申講や庚申待ちなどと結びつき、良い庚申の参詣が一種のブームとなり広がりました。映画男はつらいよシリーズではしばしばロケにも使われていました。柴又帝釈天内の帝釈堂に入り、右手に進んでいくと彫刻ギャラリーという展示室があります。帝釈堂内殿の外部は東、北、西の全面に彫刻が施されており、それを鑑賞できるのが彫刻ギャラリーです。ギャラリー内はガラスの扉で覆われており、法華経の説話を題材とした貴重な作品が展示されています。柴又帝釈天に興味を持った人はコメント欄の URL をチェックしてみてください。柴又帝釈天に到着しました。柴又帝釈天から徒歩約1分で河内屋に行くことができます。こちらは川魚料理を提供している料亭です。柴又帝釈天から徒歩約3分で柴又のおもちゃ博物館に行くことができます。こちらはおもちゃ文化の展示がある博物館です。柴又帝釈天から徒歩約4分で葛飾柴又寅さん記念館に行くことができます。こちらは男はつらいよシリーズの展示をしている記念館です。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。